沢口康子と一緒にキャンプに来た俺、二人で焚き火を眺めていると沢口が、どうしたの？なんか悲しそうな顔してるじゃない？と聞いてきたので、いや、いつか僕もこうやって燃やされるんだなと思ったら急に怖くなってきちゃって、と答える俺。すると沢口は俺の肩を抱いて、大丈夫よ、あなたが死んだ時は仮装じゃなくて土葬よ、と言ってくれたので、それなら安子さんの家の庭に埋められたいなと俺が言うと、沢口は俺の目をじっと見て、それは嫌と言い、俺の背中を焚き火に向かって押してきたので、早い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 、安子さんまだ早い、と突如訪れた命の危機を回避したい。